皆さんこんばんは。今日は、9月の、8日土曜日、ボギーチャンネル。決してこれから怪談を話するつもりはこれっぽっちもないんですが、まあ明日以降、まあ魑魅魍魎がまた、はい、税金でぬくぬくとするような世の中が現れるのか、それとも、市民のため、町民のために頑張る人たちが出てくるのか、非常に、天下分け目の戦いが今行われております。特にこの沖縄、統一地方選挙で、県内各地、特にやっぱり注目しているのは宜野湾市、名護市、それから石垣市で、個人的にやっぱり気になるのが西原町、はい、あと中城なども、あと沖縄市でも行われてますよね。まあそういったところでやはり非常にまともな議員もいれば、判決しかしないような人たちもいてですね、本当に、まあ、私見てて、なんで沖縄県民気づかないのかなと思ったりするんですよね。いわゆるイデオロギーよりはアイデンティティなんて言ってますけど、あっち界隈の人たちは、はい、イデオロギーよりはアイデンティティと言いながら一番前面に持ってくるのは反基地イデオロギー、つまり彼らの言葉で、辺野古に新基地を絶対に作らさないということですよね。まあそんな、人たちが本当にわんさか湧きまして、当選しますと、まさに税金で活動家を養うっていうことになっちゃいますよ。はい。いや、それってやっぱりおかしいと思います。私は。そういった、いわゆる、反基地、反日、反米の活動家を税金で養うなんて、それあってならないことでございまして。しかし、この格好だとなんか怖い話をしないと皆さん納得しないような、感じでございますけど、たまには、怖いお話でもしてみましょうかね。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、明日、投開票の、統一地方選挙の沖縄の現状についていろいろお話をさせていただきます。昨日はパソコンの不調で、はい、全くマウスも言うことが聞かずにですね、資料が作れなくて大変な目に遭いましたけど、今日は大丈夫ですよ。ちょっと怪しいですか、やっぱり。はい、鈴猫さんからダブルでニラ束届いております。では本日も早速行ってみたいと思います。本日最初のまあお話、本当は昨日やるつもりだったんですけどね、今日はこれから行きたいと思います。はい、これは皆さん何かと言いますと、昨日の朝、私のところに、カデナの、はい、カデナの第一ゲートで騒ぎがあってゲートが封鎖されてるっていう情報が飛び込みました。まあ、その後、ゲートに、まあ、男が侵入し、基地関係者の車に追突をして、なんだか暴れたみたいで、それで警察官に引き渡されてゲートは閉鎖されたっていうことなんですけど、まあそれがやっぱり事実であったっていうことで、今日の、これは琉球新報さんに載ってましたね。車衝突の51歳男、暴行疑いで逮捕、カデナ第一ゲート。沖縄省は7日、北谷町の、米軍カデナ基地第一ゲートで軍雇用員の男性が運転する車に自身が運転する車を追突させたとして自称宜野湾市の男51歳を暴行容疑で現行犯逮捕。米憲兵隊が男の身柄を押さえて沖縄署に引き渡した。男はぶつけていないなどと否認をしているっていうことで、いやー、米軍の方はもうこれね、本当に名前出ないんですよ。おかしいですよね。はい。おかしい。普通は、米軍関係者とか自衛官がやったらすぐ名前出るのに、絶対に出ない。多分、もしかすると、もしか
しますよね。それにこちらに入っている情報では道を間違えたと言っていたっていうことなんですけど、ね、宜野湾市に住んでる人間がですよ、宜野湾市に住んでる人間が嘉手納の第一ゲート間違えて普通入りますか？私たちでもまず間違えないね。だって目の前にゲートがあるのに道間違えるはずがないんです。はい、そうですね、赤嶺さん、普通間違えないですよこれ。いや、そして道間違えた上に車ぶつけたと。そう、これ本当に車にね、爆弾でも積んでたらもうこれテロですよこれ。いや、これないとは言えないですよ。なぜかというと沖縄では今でも各地で不発弾見つかりますよね。まあそういった不発弾で非常に程度のいいやつがあれば、それをね、加工して、急増爆弾にすることは私は不可能ではないと思っております。はい、不可能ではないというふうに思ってますけど。だから米軍はもうすぐその次にまた何かあるかもしれないっていうことで封鎖をした。結局一番通行量の多い第一ゲートが封鎖されたもんですから、まあ基地に入るためにすごいもうなんかね、皆さん往生したみたいで、道路の方もこの騒ぎで大渋滞。いやー、そうなんですよね、赤嶺さん。運転する資格ない、危険な事件ということで。で、沖縄はね、今石川さんが過酸化アセトン作った大学生の話出してますけど、時々ピカピカのね、不発弾見つかったりするんですよ。不発弾ね。はい。それを、もし、心得のある方が触れば、急増の、爆弾。中東ではこれ、IDE って言ってました？はい、IDE だった、IED でしたかね。それと同じものをね、作れると私は踏んでいます。ね。他府県ではそんなに見つからなくても沖縄には、まだ不発弾が2000トン近く埋まってるんですよ。そのうちのね、例えば550キロ爆弾とか、あ、小杉さんこんばんは、こでございます。50キロ爆弾でもすごい、やはり破壊力あります。そう、今小杉さんがガソリンって書いてますけど、ガソリンもね、爆弾になります。はい、やろうと思ったら何でもできます。普通の花火の火薬をね、集めて、それで爆弾にすることもできます。まあ、そういった感じでね、もっともっと私は、危機管理きちんとやるべきだし、まあ、今回米軍がこのように、すぐゲートを封鎖したっていうのもね、まあ、非常に迅速だったな、というふうに思いますけど、まあ、こんな、ね、連中がいるから、私たちまで基地に入りにくく、なっちゃうんですよね。さて、まあ、名前が出ないっていうか、なかなか報道しないお話も実はあります。これ、琉球新報さん。沖縄タイムス配達員を逮捕、酒気帯び運転疑いっていうことで。いやー、沖縄タイムス、これ琉球新報さんの記事なんですよね。はい。那覇市は4日、酒気を帯びた状態で原付バイクを運転したとして、沖縄タイムスの新聞配達員、アルバイト、伊波秀樹容疑者、41歳を、酒気帯び運転で現行犯逮捕ということでございます。いやー、そうですね。まあ、新報さんですから、まあ、タイムスの、はい、配達員、それも、アルバイトっていうことで、で、新報さんはちゃんとタイムスのコメント取ってるんですよ。そこのとこちょっと、素晴らしいなと思うんですけど、沖縄タイムス社の上間、読者局長、タイムス社と取引がある販売店の従業員が検挙されたのは大変残念。事実関係を確認し、厳正に対処するということで。タイムス社と取引がある販売店ですか？ああ、そうですか。まあ、これが、もし八重山日報だったら、八重山日報のと書くんでしょうね。はい。いやー、しかしすごいですよ。でもこうして、ちゃんとね、コメントを載っけてます。琉球新報さん。で、同じ日の沖縄タイムスさん、
いや、本当に私びっくりしたんですけど、当然自分の会社のことだから乗っけてるんだろうなと思ったんです。ところがどこにも記事がなくて、この記事が載っていました。はい、本市の配達員置き引き疑い逮捕ということでね、名護市は5日1万、はい、7000円の現金が入った、はい、カバンを盗んだとして本市配達員の遠山俊一容疑者を窃盗の疑いで逮捕と。いやー、本当にね、新報さん乗っけてたんですけど、まあ前の日に乗っけてたかもしれないんですけど、タイムズさんこのように不祥事続き、まあこれが、はい、彼らの、もしね、これが米軍関係者が同じことを2日もやっていれば、米軍基地があるから犯罪が起きるんだ、米軍基地は即時に閉鎖撤去というふうに言うと思います。ということは、やはり飲酒運転をしたり、置き引きをするような配達員がいる沖縄タイムズさんは、即時閉鎖、撤去と。そう、県民大会ですよ。そう、県民大会。まあ本当にそのぐらいやってもいいんだけど、まずやらないですね。自分たちのこういった小さな記事で本当にしれーっと書いてますけど、これが米軍だと写真入りでドドーンと被害者のコメントまで載ってたりします。はい、まゆみさんおっしゃる通り、自分たちには甘いっていうのが、まあ、あっち系の人たちのいつものやり方でございます。さて、先日私、ある、はい、方に、初対面の方に声をかけられまして、ボギーさんいつも見てますよと。だけど、もしいいねとか押すと、何かあるかもしれないので、本当に押したいんですけど勘弁してくださいっていうことでよく言われます。で、先日も先輩にちょっと会ったんですけど、テレコン君よく頑張ってるよ、俺そっちを見てるからなって励まされましたけどね。まあこの投稿をね、読んでてもいいねすれ押せないっていう、今の沖縄のこの現状、ちょっと怖いもんがあります。やはりマスコミ、そして、行政、政治、はい、そして平和団体やね、人権団体が一つになって監視社会作っちゃっているんですよね。はい、そういったものをやっぱり払拭すべきは本当政治家なんですけど、まあ、政治家そのものがそれに対してやはり抗えないっていう今の現状、やはり数が少ないとどうしようもないんかなと思うんですけど、そう、サンゴアートさんも書いてます。私も同じです。ね、新聞法っていうのはやっぱ作るべきだというふうに思ってます。ミスリードするのはアウト。そうですね、まゆみさん。まともなこと言ったり、ね、行動したりすると、玄ちゃんみたいに仕事干されるんですよ。玄ちゃんみたいにね。はい。私も、前は学校関係から交通安全指導の依頼とかたくさんあったんですけど、こういった活動をした途端、全くなくなりましたからね。不思議ですよね。はい。まあ私の場合はボランティアだったから、まだいいんですけど。そう、サンゴアートさんも仕事干されそうになった。本当に怖いのがこの沖縄の今の現状。それ変えるにはやっぱりね、まともな言葉をね、ちゃんと発する政治家を送り出さんといけない。そんな中でね、私がまあおすすめの政治家を何名かご紹介したいと思います。まず最初に、まあ、宜野湾市。もう宜野湾市は私この方一押しですね。小谷仁さん。すごい優しい顔をしています。しかしね、本当に物腰柔らかい方なんですけど、この方、なんとね、2012年の後半から始まったフェンスクリーン。そのフェンスクリーンに宜野湾市の市議会議員として、唯一、ね、堂々と参加してくれた数少ない議員の一人なんですよね。宜野湾市の小谷仁さん、ね。普通あの頃、フェンスに貼ってるテープを剥がすと、平和運動を弾圧してるって新聞に叩かれる。そんな中で、堂々と顔を出して、ね、僕も宜野湾の人間だから、皆さんだけにさせるわけにいかないって言って、一緒になって汗かいてくれた。それどころか、この市議会、宜野湾市議会でですね、市長に対し、今、普天間基地のフェンスを毎週日曜日に集まって、
ボランティアで清掃している方々がいます。それをね、市は知っていますかということで、質問をした。すると、まあ、この市の担当者は、はい、把握しておりますと。で、この小屋さん、続けてこう言葉を紡いだ。普天間基地のフェンスであっても、これは市の景観の一つであると。それを汚すことは市の条例に違反するのではないかと。すると、宜野湾市側は、条例に違反すると思われますということで、議会でこれはっきりはしてるんですよ。つまりね、フェンスを汚すっていうことは、宜野湾市の景観条例に違反してるということをね、宜野湾市がもう堂々と、なんていうの、正式に認めた、その答弁を引き出したのがこの男、小屋仁さん。正義です、本当に、幕元さん。この方は、ね、その後もずーっと私たちと一緒に、フェンスクリーンの方に参加し続けました。ね、そこでね、政治的に私を応援してとか、そんなこと一言も言わないですよ、この人は。でも、だからこそね、やっぱり、応援しなくちゃいけない。そして、この宜野湾市議会議員、何名もいます、保守系の方。この方だけが、八重山日報を取ってます。この方だけが八重山日報を購読し続けてます。いや、そうです、まゆみさん、気骨ですよ。ぜひ皆さんね、この方、やっぱり、応援してほしい。もうね、将来、私はこの方は宜野湾市長になったり、はい。そして、県議、もしくはね、将来国会議員になってもいいような、素晴らしい男だと思ってますんで、これからも私はね、小屋さん応援し続けていきたいと思います。続きまして、名護に飛びます。名護はもうこの方ですね。はい、一押し。もう、名護のね、いわゆる保守系の女性の、候補者二人しかいないんですけど、まあ、そのうちの千秋さん。非常にふくよかな感じの方なんですけど、この方も、こちこちのね、保守ですよ。あ、玉猫さん、こんばんは、こでございます。こちこちの保守でですね、ならぬものはならんと。ね、そして市民のため第一に一生懸命頑張ってます。前回の、名護市議会議員選挙の補選で、オール沖縄の候補者をね、打っちゃって当選をしていますけど、やはり補選で勝った後の本選非常に厳しい。まあそういった中から、今回応援させていただいております。もうこのね、名護の今の市長の、まあお手伝いもしてますし、とにかく、いわゆるオール沖縄の、イデオロギーよりアイデンティティなんて嘘っぱち。ね。彼らは、反基地イデオロギー最優先なんですけど、この方はとにかく市民のためっていうことで頑張ってます。佐紀店長どうもありがとうございます。末松さんの左側にいる可愛い方が、千秋さんです。ぜひ皆さん、こういう気骨がある議員がいっぱいいます。反面ですね、豚のふぐりに文句をつけてですね、市がそれを隠さなければ、ふんどしを吐かせるっていうのはわけのわからない議員もいます。その議員は、サンゴハートさんが暴行を受けてる時に写真を撮りまくってたというとんでもない方でございまして、当選をすると辺野古の違法テントに寝袋を持ってて寝泊まりしたことを威張るような、そんな方をね、やっぱり当選させるよりは、このような形で市民のために本当に頑張ってるまともな方を議会に送っていただきたいなと思っております。続きまして、南に飛びます。西原町。西原町では、私の、はい、西原町二人いますけど、まず、この伊集悟さん。左翼ばっかりのね、西原町で、堂々と自民党公認をね、表に出して、頑張ってる。まあ、横にいる、まあ、大山さんを見れば、立ち位置はわかると思います。で、またこの西原町のね、PTA 会長、も務めていまして、本当に教育に関しては私と同じように非常にやっぱり詳しい。まあそういった時点から、やはり教育改革の大切さっていうのを伊集悟さんも持っておりまして、今後も連携をとって、まずね、沖縄を変えるには教育からっていう、そういった同志として、私は応援しております。西原町民の皆さん、この伊集悟さん、ぜひお願いをしたいなと思っております。そして続きまして、
もっと南に飛びます。石垣市、石垣市は私はこの方ですね、豊田さん。いやもう熱い、まっすぐ。実はこの豊田さん、石垣から普天間に飛んできて、私たちと一緒にフェンスクリーンしたことあるんですよ。はい。沖縄本島の現状を見たいと、そしてこのね、汚れたフェンスを見ていたたまれなくなって、テドコンさん一緒に掃除していいですかっていうことでね、一緒に汗かいてくれた同志です。この男もね。いや、本当に頼れますよ。今のね、石垣市長、中山市長の片腕として、思いっきりラツワン振るってますし、とにかく行動力がある。早い。動く。そして、マスコミを怖がらない。もうね、本当に、とことん突き進む、離島のモノオフが、この、豊田さん、石垣市です。ぜひ皆さん、この方も応援していただきたいと思います。そしてね、最後にご紹介するのが、やっぱりこの方を外してはいけない。いきます。ドン。いかがでございましょうか。だって本人 Facebook にあの頑張ってる写真とかあんまり載っけてないんですよ。 Facebook に彼今回の選挙戦の写真全く載っけてないんですよ。それでね、やはりちょっと目立つ写真ということでこれを探してきましたけど、こういうちょっとね、ファンキーなところもあります。カルガモさんこういうね、ちょっと笑わせてくれるユーモアもありますけど、お茶目ですよ、とっても。しかしね、彼はね、愚直。はい。不器用ですけど、とにかくまっすぐまっすぐ。不器用だけど、まっすぐまっすぐ。イノシシみたいな男ですよ。ね。いわゆる、まだ議員としての知識っていうのはまだまだかもしれません。でもね、磨けば、思いっきり光る原石だと思ってます。今回西原町議会議員選挙、定数19名に対して21名ですか。はい。19名に対して21名。だから頑張ればね、通るよっていうふうにみんな励ましてます。今日も一生懸命打ち上げで喋ってましたけど、ぜひね、応援をしていただきたいと思います。でもこの国はね、こんな人も政治家やってましたからね。やれやれですよね。本当にこんな方が政治をね、担っていた国のトップだった時代が日本にはあったんです。つい最近。花もぎさん、宇宙に帰れということで。いや、本当にこの人がね、沖縄を一番ぐちゃぐちゃにした張本人だと思っております。さて、今日はこっから今ね、この沖縄を狙っているある方のお話をしたいと思います。はい。実は宜野座村に、なんと5200平米の大きな土地があります。さあ、悪夢の時代。さあ、本当にこれ悪夢の時代になる可能性があります。しかし、誰が撮ったのか、このドローンで綺麗に撮影をしてます。これツイッターの方から、お借りしておりますけど。リゾートホテルのような、超豪華な別荘が、沖縄に実はあるんですよね。はい。それがこれでございます。これ設計には、VIP 用のゲストハウス、構造設備仕上げにはホテル級のグレードっていうことで、かなり厳しい注文があったようですね。いや、しかし、こんなの作ると相当お金もかかると思いますけど、そしてこの別荘の向かいには、3つのプライベートビーチ。いや、海岸線を独占できるなんて、実に素晴らしいですよね。テラスには屋外リビング、プールには水のカーテン、滝が流れてるっていうことで。いや、本当にね、塩サバさん、デニーがダブルスコアで優勢っていうのはデマだったんですかってあるんですけど、ダブルスコアっていうのはないです。私が今、把握してる分では、6対4でデニーさんが優勢だ。
ていう情報が入っています。6対4。やはり知名度ですよね。はい、すごいですね。こんなリビングがある。はい、そして、これ誰が買ったかと言いますと、とんでもない方が買っちゃっているんですよね。この方が買っております。小沢さん。小沢一郎さんですね。ここ前土地だけあったんですけど、はい。7年間、塩漬けにした後に、まあ最近このような別荘が突然建ったということで、まあすごいお金かかったらしいですよ。はい。数億円。キャッシュで払ったということで。政治家ってそんなに皆さん儲かるんですかね。でも小沢さんですからね。はい。なんでわざわざ沖縄に別荘と私思ったりするんですけどね。はい。そしてこのように国民の生活が第一。まあ中には猫の生活が第一と言ってるような人たちもいますけど、国民の生活が第一と言いながら、いやこれはね、またちょっと違うんじゃないか。自分の生活が第一。だって別荘ですかね。いや、持つなとは言わないですよ。持つなと言わないんだけど、なんでね、辺野古に近い宜野座に作っちゃったんだろうっていうふうに。はい。まあ、どこぞの人民解放軍の野戦司令官のように頑張りますって言った方ですからね。はい。いや、すごいですよ、この方。そしてこの方とね、年頃になってるのが、この方でございますね。玉木デニーさん。はい、この小沢さんを師と仰ぐ玉木デニーさんは、尾長知事の後継者。まあ、本人は後継者だと言ってますし、周りもそう言ってます。しかし、作者はそうは思っておりません。はい、どう思ってるか。私も思ってますよ。オール沖縄ではなく、小沢沖縄の候補者。つまり、私がね、懸念していること、そのままなんですよ。なぜかというと、つまりね、これ、小沢一郎の傀儡県政になるんですよね。まあ、玉木デニーさんは小沢さんの言いなりです。つまり、この方が、デニーさんが知事になるということは、沖縄の県政は小沢さんが握るということ。そしてね、私は革新政党の皆さんに、ね、はっきり言いたい。あなた方はね、この自民党の金権体質のね、権化であるこの方。はい。ね、悪い部分全部この方が持ってたと思うんですけど、その方とこうして手を握り合う。はい、沖縄の共産党、社民党、社大党、それから自由党、その他のね、諸々の政党。あなた方本当に大丈夫ですか？あなた方が手握ってるの小沢さんですよ。あれだけね、小沢さんが自民党時代に忌み嫌っていた人をね、こうして喜んで迎え入れる。いや、本当に、沖縄の革新政党も落ちたもんですね。はい。もう本当に、嘆かわしい。自分たちでチャキチャキのね、革新のホープ出しゃいいのに、知名度があるっていうことで、このデニーさんをね、呼び込むためにこの小沢さんの軍門に下った。これはね、もう革新とは言えない。こういった人たちは。ね、沖縄を小沢さんに売ったのは沖縄の革新政党オール沖縄、ね、平和団体、そういった人たちだっていうふうに私思ってます。本当にね、このまま勝たしたら小沢さんのね、思ったような世界になりますよ、沖縄は。はい、こういった人たちです。こういった人たちがすでに街中に溢れて、ね、もう選挙違反やりたい放題。告示前なのに、こうしてもうすでに玉木デニーの旗を持ってね、ワッタイやマキランドと。何ですか、このおばちゃん。気持ち悪いですよ、本当に。こんな連中が道に湧いてるんですよ。それを見て沖縄県民は本当にどう思うのかと。そうです、公選法違反だらけです。こんな人たちがね、応援する候補者果たしていいのかと。そして今回の地方選挙、こんな人も出てますよね。人生初の選挙カーの上に立たせていただいたと。はい、そして知事候補の玉木デニーさんの演説が、金城十字路であったと。知事候補。
まだ告示されていませんよ。ね、もう知事候補と公言して、書いてます。はい。そしてね、町議会議員選挙立候補者の仲間、はい。都合がついた共産党二人、あ、県議も共産党と一緒に、私も共産党かと、誤解されないか一抹の不安がありますがと。一応日本会議とは真逆の尾長知事と同じ保守本流系と自覚してますと。あのね、共産党と枕をね、共にし、布団をかぶった時点で保守本流。どうなんでしょう、皆さん。こういった連中がね、保守って言ってるんですよ、沖縄では。共産党とね、同じ寝床に入ってる連中が保守と言ってる。いやー、私違うと思いますよ。それにね、私いつも思うんですけど、自分は保守って言わないですよね、自分のことは。この方が保守かどうかっていうのはね、自分で言うものではないんです。その方の立ち位置、日頃の振る舞い、思想心情を見て、周囲が、あ、この方は保守だねと、いや、この方はパヨクだねと、共産党だねと、判断するんであって、自分でね、保守本流なんて言ってる人間っていうのはね、本当に信用できない。これなんかね、この方なんか、候補らしいんですけど、いやはや、本当にびっくりですよ、こんな感じでね。これ、街宣車、これ、白い車に赤いラインが入ってる。これ完全に共産党の車じゃないですか。共産党の車。もうね、沖縄では革新政党は共産党におんぶに抱っこしなければやっていけない。ね。街宣車なんかも自前でない。みんな共産党のものをお願いして使ってる。で、彼らの車は白に赤いラインが入ってるからすぐわかります。看板なんかね、普段は日本共産党って書いてるけど、消えてますけど、車のナンバー見ればすぐわかります。これが保守ですかと、そう、タイガージェット新さん。ね、そして、もうすでに、デニーさん、選挙運動、絶好調ですね。こうしてお手振りまでやってます。はぁ、もう本当に、このまんまで沖縄、いいんかななんてね、思ってますけど、まあ、大丈夫ですかね。そして今日見かけた車、軽トラックの街宣車初めて見ましたよ。軽トラですよ、これ。構造的に大丈夫なんですかね。はい、軽トラック。これは北中城村、はい、の方なんですけど、山田って書いてますね。いや、軽トラックの街宣車って私これ、使ってて大丈夫なのかなんて思ったんですけど、ちょっとね、怪しいのでついていきました。後ろから。はい。ちゃんとマイクもついています。似顔絵も描いてます。山田と。そしてどんな人だろうっていうことで顔を見ようと思ったら目の前ですぐ右折していったんですけど、すぐわかりました。ジュゴンの海を守ろうと。ね。北中城でね、村民のために、立候補してるはずなのに、ジュゴンの海を守ろうと。北中城のどこに海があるのかちょっとわかんないんですけど、結局は、猫の生活が第一と一緒で、ジュゴンの生活が第一なんでしょうね、こういった人たちは。つまり市民のことよりジュゴンを守るのが最優先だということで。まあそれは、結局は、はい。イデオロギーよりアイデンティティは嘘っぱちで、反基地イデオロギーが前面に出てるということでございます。これがいわゆるオール沖縄の皆さんの、まあ、正体でございます。はい、ということで今日も長々と皆さんにいろいろお見せしましたけど、まあ、今はもうある事務所からの帰りなんですけどね。はい、いつもの外のテラスでやっております。中に入るとここ電波が届きませんので、外でやってますけど、今日はちょっと雨が降った後で蒸し暑いんですけど、まあ今頃船体の方では一生懸命あちこちに電話かけたりね、やってます。で、実質的にはもう声を出す活動は終わってますけど、お手振りはね、夜中の11時59分まではできるらしいですね、法的には。まあそこまでやる人はなかなかいないと思うんですけど、でも一週間思いっきり走り回ったと思います。ぜひ沖縄県民がね、この、
半基地を最優先にするのではなく、本当に市民、住民のことを大切にする人たちを選んでほしい。そして見分け方。見分け方です。まずね、辺野古新基地と使ってる校舎はもうアウト。辺野古新基地はアウト。そして、故翁長知事。故翁長知事をね、連呼したり、写真を使ったり、イラストを使ったりしてる人はダメ。なぜか。自分自身の中身がないから、亡くなった人を神格化してそれにすがるしかない。つまり中身がないということなんですよね。それと、ジュゴンの絵を描いてる人も、もうすぐわかります。ダメです。ジュゴン。それとね、今の陛下が、皇太子時代に、病院の上に隠れて、スパナとか角材を投げたり、豚のね、ふぐりに、イチャモンをつけてですね、フェミニスト全開で、ふんどしを履かせるなんてね、鼻から会見を上げたような人もね、私はいかがなものかと。はい。こういった人を選べば、本当に市民の感性がやっぱ疑われたりするんじゃないかと思ったりもしますけど、まあでもいろんな人いますからね、そういった人がいいっていう人もいるかもしれないけど、私はどうかなと思ってますよ。だから今のように、とにかく辺野古新基地という人はダメ。はい。そしてもうこの中田はもう半基地ファーストですから。それから、翁長知事。亡くなった翁長知事をね、対応する人もダメ。つまり自分自身の中身がないっていうことをさらけ出してます。それと、ジュゴンが、サンゴが、ウミガメがという人もアウトです。それと、安倍がという人もダメですね。安倍政権がとかやってる人はもう完全にアウトです。皆さん投票する際にはね、これをちょっと参考にしていただいて、本当に地域住民のためになるような政治家をやっぱり選んでいただきたいなと思います。ということで、今夜のボギーチャンネルちょっと長くなりましたけど、ぜひね、この沖縄でまともな議会があちらこちらで誕生することを心から願っております。皆さん最後までお付き合い誠にありがとうございました。明日の夜はもしかすると、大作くんの事務所から生中継でお送りする可能性もありますんで、楽しみにしててください。ということで本日の放送をこれで終了します。ありがとうございました。